ですね。毎週土曜日に私のインスタグラムにて行われているメールアンケートというものがございまして、みんなから意見をもらいまして、その意見に私のお名前を添えて企画になっております。ということで、今回のお題はワン、ニャン、アマワストーリー、イエーイ。はい、ということで、もう歌いだけの世界になった時、みんなワンワン、ニャンニャンってなりますよね。ということで、みんなに怒ったワンニャンストーリーを集めましたので、皆さん今日もキュンキュンドキドキしながら見てください。それでは行きましょう。せーの、ニンニンタマタマゴーゴーチャンネル。それでは皆さん、チャンネル登録ボタンをポチッと押してください。押してくれた方はチューチューチュー。違うベッドで寝てたら、一緒に寝へんの、一緒に寝よって子犬みたいに言うから可愛すぎた。あ、行きました。関西弁、はい、関西弁。ごめん、私方言大好きだから持ってきちゃったんだけど、こんなこと言うの関西人の人って。一緒に寝へんの、ワンとニャンの融合。これ撮影終わった後に新幹線のチケット取って、あのこれから大阪に行きたいと思います。よろしくお願いします。次、10秒だけハグさせてって帰り際に言ってくるところ。10秒だけじゃないんだろって。いや、もうさ、帰り際だからその1秒でも惜しいのよ、あなたのいる時間が。離さない、このまま。例えどんな。次、ベッドでたまにうんって言って顔をうずめてくる。かわいい、かわいい。これよーく見て、さっと見ただけではわからない日常でしょ。でもね、これに気づけたあなたはバニャン一級を差し上げますね。うんって顔をうずめてくる、この幸せに気づけたあなたはすごいんですよ。小さって思うでしょ。でもこの小さいことをね、できる人はね、本当にこの世の中の一握りなんですよね。私これに気づけたんで、いつでもワンニャンおいでっていう感じです。次、友達とかと一緒にいるときはツンツンしてるのに、二人きりのときはずっとに一緒にいて、ピエン犬の絵文字ってトントントン。あー、ということで、友達と一緒にいるときはツンツンしてるんですよ、私の前になったら。なんにゃんにゃんにゃんになっちゃうってことですね。かわいくない？ずっと一緒にいてってさ、なんか波あるのわかる？ずっと一緒にいようねってさ、こう学生の時に言ってたら、なんかそれちょっと叶いそうだなって思ってみんな言うじゃない。でも大学生とかちょっと20前半にずっと一緒にいようねって、あ、どうせこいつ一緒にいないんだろうなみたいな感じになるんだけど、ちょっとその山場を越えて、もう一回ずっと一緒にいようねがリアルになってくる私たちの代に来るわけよ。これこれよ、これ。ずっと一緒にいようねがね、リアルになってくるのはここの山場なんです。絶対勝ち取りましょう、皆さん。次！眠たいじゃなくて、にゃむちゃいって言ってくる彼氏、ワンコすぎません？ワン！ワンワン！これ、ちょっとキモいって思う人ももしかしたらいるかもしれないし、私これ言われたらちょっと無理なんだけどと思うかもしれないけれども、実際二人きりの世界に行ってみ！二人きりの世界で、これね、にゃむちゃいみたいなこと言われたら、結構、かわいいってなるから。え、ちょっと無理って思うでしょ。いや、これはね、まだ甘いね。なってないからわかんないのよ。この煮卵の世界線では、ワンニャー法律というものがございまして、にゃむちゃいまーす。あ、OK でございます。逆に逮捕しちゃう？かわいすぎて。しちゃおうかー。バナナをいきなり触ったら、気持ちよさそうな声出しながら、気持ち、もっとって、さらのキャーのハートとハートの絵文字。にゃーん。ちょっと待って、今日18禁じゃないの？あれあれあれ、どうしたの？選んだの私なんですけど。今日ね、18禁ね、絶対に持ってこないって、私の頭の中ではね、分かったんだけれども、私の体が動いちゃったの。本当にごめんなんだけど、え、これ可愛くない？っていうか、こう、さかなクンが、こう、下のね、あれのバナニャーで、こう、ちょっと弱くなっちゃってるところって、ちょっと可愛いの分かる？これもうね、あのね、言葉でね、よく言えない。ごめん、本当にごめん。声良くなくて本当にごめんなんだけど、これ通じたあなたも私と同じになりましょう。注意してたら、俺は怒られたことないって、なぜかワンコ目線、ワンコの絵文字、わら。うわ、かわいい。俺怒られたことないんだみたいな感じで言うてくるんだよ。かわいくられるかってことは、あ、君たちしてる耳なめられてるかな、クリスピーにいいね。私耳弱点です、お見知りおきよ。私が急にワンって言ったら、彼はニャンって言ってきます。そしたら私は時空伝って言います。ワンニャン時空伝、僕のライモンです。ずっと一緒にいてねとか、出会ってくれてありがとうとか、いつも幸せとか言葉で伝えてくれる彼氏。当たり前かのような文章じゃな
ないですか。この幸せっていうこととかって、でもこの当たり前のことをね、当たり前に言える人って本当に少ないんですよ。出会ったことある？俺いつも幸せだわみたいな、ちゃんと言ってくれる彼氏、なんでもないようなことが幸せだったと思うということで、なんでもないようなことをね、ちゃんと幸せって思うようにしてね。次、みたまごちゃんの YouTube 見て、服脱すとき目隠ししたらいつもの倍アマワンコになってた、ウィンク。ありがとうございます。いつの恋愛アンケートだっけな、なんかどこかでなんか目隠しのやつを言ったんだよね。本当忘れちゃったんだけど、どっかの動画で出てます。それがまあ聞いたっぽいですね。私のね、この恋愛アンケートの動画を漢方で見てたら、ちょっとムラムラしたんだっていうね報告、めちゃめちゃ多かったです。ありがとうございます。ぜひね、夜のお供に見てくださいませ。途中でね、始まっちゃったとしたら、ちょっとつけたまんまで、これを BGM としてお使いくださいませ。次、彼が運転中、信号で止まると私の肩に頭を乗せてきて、ねえ、チューはワンコ。あー、かわいい。これアルファードじゃできません私ね、でも全然軽とかでいいの。でっかいさ、大型のさ、車とかってなんか座席離れてるじゃん。そうするとチューできなくない？でもだから、もう軽とかそんぐらいのコンパクトカーでデート来てほしいです。私は逆に全然軽でいいよ。頭に乗せてきて、かつこれの方が、私はそういう女じゃないよ、求めないよ、車持ってる子とかの条件に入ってないわよ。いつでもお待ちしております。次、ただ率直に思う、彼のバナナが世界一可愛い。ごめんなさい、また入れちゃった、私は口切れちゃったんだけど、これはもうね、愛の愛の愛で行き着いた場所にある、もう愛おしさっていうところに行き着いた人が気づくところですね。はい、ありがとうございます次、舐め合いっこしようがたまりません。うわー、ちょっとエロワンコですね。まあでもね、犬同士もやっぱりこうお尻を嗅ぎ回ったりとかして、ちょっとコミュニケーションを取るとかって言いますよね、よく。なんでね、その人間にも通じるんではないでしょうか次、上目遣いでてんてんてんしてくれるって言ってくる彼氏、なんでこの可愛い生き物は、なんでこの可愛い生き物は、こんな生き物存在してるの、本当にマジで、これ本当にリアルにいるんですか、営みの最中なんでしょうかね。何してくれるって、可愛いよね、言い方が、何何しろよ、もう好きなんです私たち。ド S の狼男も大好きなんだけど、ワンニャンしてる、何何してくれるっていうのもちょっといいですねこういう二面性があるとうちら飽きないよね。これちょっとね、みんな勉強してほしい。次、左ほっぺ、右ほっぺ、顎、おでこ、鼻って順番に食べられるとこ、口ちょっと最後に来るのかなと、こう言って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 、ここが最後に食べられちゃうということで、あー、もうお利口なワンコロですね。しつけが良くなってます。ぜひその犬ください次、今日彼氏ができました、どうしてもにたまごちゃんに報告したかった、にたまごチャンネルではね、こういう報告が来た時にはこんな感じでおめでとう言ってあげますから皆さん報告してください。次、初めてで分からなかった時に彼氏がここ舐めてって服めくってきた時はやばかった。やばくない、ちょっと待って、これ結構私これちょっと MVP あげたいぐらい好きかもこれ初めてでこうやって彼氏がめくってここ舐めてってできたから、ちょっとお乳首でしょうかちょっとやばくないですか皆さん、これちょっとやばいよ。はい、ということで今回はここまででございます。ワンニャン、あまあまストーリーいかがだったでしょうか。いや、もうにやけが止まらない動画だったよね、これは。やっぱ二人の世界になるとワンニャンになるんですよ、人間。いや、私そういう人大好きです、随時募集しておりますこれからね、どこでも行ける時代になるかなと思うので、マスカを無事、はい、飛んでいきたいと思いますので、ぜひね、ご連絡してくださいね。はい、ということで、この動画が面白いなと思った方はチャンネル登録と高評価お願いします。ぜひインスタグラムの恋愛アンケートにも参加してください。ということで、また次回、バイバーイ。